銭湯の絵っていうのはこう絵がすごく主役というわけではなく、こう見るお客さんの中に何か投げかけるようなものになってほしいなというもので、目指すのは最高の脇役だからこそ主役を際立たせる背景を。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は背景絵師宮崎裕次郎。銭湯を営む実家で彼が影響を受けたもの、それは圧倒的な存在感を放つ背景絵師の世界で、まあ、銭湯の絵師のことを背景師って言うんですけど、あの大きさにはこだわっていて、小さいサイズになると、まあ、絵だなっていう認識になるんですけど、大きくなる視野に入らないサイズになっていくと風景の一部として、まあ、見えるようにという感じもあって、割と大きめに描くようにはしてます。見る者の視界を埋め尽くす巨大なキャンバス、そこには個人が描いたとは思えないほどの様々なタッチの絵があふれる。言葉とか本読んでて文字とか、そういう形じゃないところというか、ものからこう想像して絵を描くんですけど、普通に日常生活していて、まあ、釣り広告の言葉でもすごく卑猥なものがあったり、まあ、政治的なものがあったりとか、結構世の中の方が雑多にあふれてると思うんですよね。それをまあ純粋に表現するというか、全てを一つの絵に、それこそが生まれ育った銭湯の絵に通じる背景画家たちの思い。やっぱ銭湯の絵って日本三景とか富士山から絶対見えない土地と組み合わせて作ってるじゃないですか。それってお風呂に入ってくる人のためのサービスというか、まあ、見たい景色を一つの絵にしてあげてるというところもあって、なんかまあ自分もこう、まあ、面白い要素を詰め込むことで、まあ、一つの世界ができないかなっていう感じでは描いてます。銭湯と同じように全ての人に絵を楽しんでもらいたい、だからこそ絵画を風景へと昇華させる宮崎裕次郎のブレイク前夜。こう、まあ、想像することってこう連鎖したりするのかなと思ったりするので、まあ、見る人にがまた家に持ち帰っていろんなものを想像して、でまたその次の人にも連鎖するような感じではあってほしいなと思って、そういう起爆剤というかきっかけになる絵ではあり続けたいなと思います。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は陶芸家今井貞正のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。